フィリップ・ハビブと、また老いのグレゴリー公園。国務省のオフィスにて。フィリップ・チャールズ・ハビブは、アメリカ合衆国の外交官。主に、ベトナム、韓国、中東、中米で活動した。ニューヨーク州ニューヨークのブルックリンクにて誕生。ベンソン・ハースと地区にて幼少期を過ごした。両親は、レバノン系であり、マロン派の東方天霊カトリック教徒であった。 配送業の店員として生活費を稼ぎ、1942年にアイダホ大学森林野生動物学部を卒業。1946年までアメリカ合衆国陸軍に従軍し、大位まで承認した。1952年、カリフォルニア大学バークレー校で農業経済学の修士号を取得。国務省採用試験に合格し、国務省に入省 外交官としてのキャリアは1949年から開始。カナダ、ニュージーランド、韓国、ソマリア、南アフリカ、南ベトナムに駐在。1967年6月から1969年5月まで、東、アジア、太平洋担当国務副次官補。1968年、ベトナム和平交渉にアメリカ代表団のメンバーとして参加。 1971年10月まで、パリ平和会議に参加。1971年から1974年まで、中間大使。1973年の近代中事件に際しては、近代中救出のために仲裁に入った。1974年から1976年まで、東、アジア、太平洋担当国務次官補。 1976年から1978年まで政治担当国務次官。1978年のエジプトイスラエル間のキャンプデイビッド合意では仲介役の筆頭を務めた。1978年、心臓発作を3度起こし、在外生活から引退。上中外交官の肩書きでミシガン大学の教職に就任。1979年、 特別顧問として公職に復帰。1981年、ロナルド・レーガン大統領の指名により、レバノン内戦を鎮静化するため、中東特使に赴任。ベイルート包囲戦の際は、パレスチナ解放機構の協力を得て、ベイルートを脱出し、和平交渉に当たった。1982年、レバノン和平交渉の功績を評価され、文民に対する最高勲章である。 大統領自由勲章を受章。1986年初頭、レーガン大統領の指示により、フィリピンを訪問。フェルディナンド・マルコス大統領に対して、辞任を促した。1986年3月、レーガン大統領から、中米特使に任命され、ニカラグアの紛争解決に当たった。この時レーガン政権の強硬派は、ハビブの地位や知名度を利用して、 軍事的解決を試み、資金調達を図って、イランコントラ事件を引き起こした。ハビブは、中米特使として、コスタリカの新大統領、オスカル・アリアスによる民主化計画の策定を支援した。初期のアリアス大統領の計画には、いくつかの欠点があり、ハビブは、その修正を働きかけた。アリアス大統領は、ハビブについて、他の中米諸国に対する、 我が大使となってくれたと言及した。1987年8月7日、中米語各国の大統領は、アリアス大統領の計画に大筋で合意した。その後ハビブは、さらなる交渉のため、ニカラグア大統領、ダニエル・オルテガと直接会談することを希望した。しかしながら、レーガン大統領はそれを拒否した。ハビブは、レーガン大統領に失望し、 中米特使を辞任した。1992年、フランスのピュリニー・モンラッシェでの休暇中、心臓発作により死亡。ありがとうございます。